こんにちは、日本の皆さん。高橋ダンです。今日も元気よく皆さんに YouTube を、はい、配信したいと思います。今、初心者でも上級者でもこの円安でお金を守る方法として一番お得な投資方法は何なのか。特に今みたいに皆さん、日本株が大きく売られているとき、 どういうふうに対応するのか、皆さんこちらのビデオをお話ししていきたいと思います。現時点、皆さん今は4月15日です。えー、僕は元ウォール街のヘッジファンドマネージャー、それとウォール街で、えー、一応、ま、あの10年以上ずっと働いてきた、えー、元あのアメリカで住んでいた日本国籍のハーフです。えー、これからもぜひチャンネル登録といいねボタン、通知ボタンなどよろしくお願いします。僕の簡単なプロファイルなども概要欄の方にあります。それと僕は最近新しいソーシャルメディア も作りましたポストプライムというものですでこの目的このプラットフォームの目的はみんながお金を増やす情報を見つけ出すために作りましたなので皆さんも興味あれば概要欄の方で数秒間でログインをしてチェックアウトしてください僕もこちらの方で毎日と投稿していて特に毎日ベストチャートを1つピックアップしてお話をしていますさてと皆さん概要欄の方にチャプターがあるのでいつもの通りそちら の方を使ってくださいで特に今日のビデオは ADR に対してお話をしますしドル建て、日本建て、日本円建ての株の違いに対してもお話をするので、まあ、少し皆さんこれがレベルが高いちょっと分からないと思ったら心配しないでくださいチャプターがあるので後で巻き戻しをして分からないところだけを見たりしてくださいまずは皆さん特に今相場が大きく動いている、まあ、あのサマリー、用紙 を言いたいいたと思います米国株は今夜閉まってますね。休日 Good Friday というものです、ね。今日は、まあ、日本株も小さな下がりですね。0.65%の下がりです。t o p i スも0.87%の下がりです。ですけど、特に今今日一番注目しているニュースが一つあったので、皆さんここに皆さん示唆してほしいと思います。これは何なのかというと、中国のニュース、特にこれからの週末何週間はす すすすごく注目するべきだと思いますちょうどこれが1時間前に出たニュースなんですけど中国の中央銀行が実は金利を下げなかった特に金利は特にあのこの金利なんですねこの赤のすいません赤じゃなくて黒の色ミ r m l e n ー i ラン f a c ファシリティ・ a イ e というものです PBOC が中央国の中央銀行なんですけどこの金利を下げるとほとんどの経済学者が思っていましただけど下げなかったかなりの大きな期待はずれで中国の中央銀行は2つ大きな金利を下げなかった を操作してます。このまあ、ミディアムのファスファスティオです。特に m ム f ルってよく呼ばれる。この金利ともう一つが。 RRR っていうものです。こちらの方が Reserve, Reserve Ratio e e e s r r v Requirement。ここは、まあ、準備資金金利比率っていうものなんですで。こちらの方を今後下げる可能性がだんだん高くなりました。なぜかというと、今は中国中央銀行の姿勢がだんだんと緩和的になってきた。だけど、こちらの金利を下げなかった。ということはもう一つの金利を 多分もうすぐ下げるとも。で、今のところの中国の中央銀行の姿勢を見てると、まあ、これはこの RRR というこの、まあ、準備金利比率というものを去年の7月と12月にもすでに2回下げました。なので、だいたい5ヶ月に1回下げてます。12月に1回下げたので、もうちょうど今4月で5ヶ月ぐらい経っているので、いつでも下げてもおかしくはないということだと思います。特に専門家によると、We think the central bank may follow up with a 50, 50 basis point r r r R R Cut Today 今日でも起きてもおかしくないということを言っていますので、特に皆さん、今週末は中国のニュースを見てください。中国の中央銀行は昔から週末にこの RRR、金利下げとか金利上げを 日曜日によくしてます。日曜日によくするんです。平日じゃなく日曜日です。僕も昔から中国をよく取引してきました。大体いい週末はほとんどの先進国とか途上国のニュースはあまりないんですけど、中国だけは見ていきましょう。なので特に皆さん今週末は週末相場閉まってますけど、 この指数を見ていきましょう。ウィーケンド・香港です。週末の間、ほとんどの相場は閉まってますけど、こちらは香港まあ、中国相場とも関連している、週末の間に取引しているものなので、こちらの方を僕はずっと見ていきます。ウィーケンド・香港指数っていうのは IG 証券のもので、まあ、このウィーケンド指数の一つのものです。IG 証券は僕は7年間ずっと使ってきた取引の証券会社なので、興味ある方は概ランの方で見てください。まあ、今週末か来週末、再来週末、この 数ヶ月の間であこれから中国が金利を下げる方向性が大きいと思いますまあ、それが今日の注目のニュースだったんですけどこれから皆さんお話をしていきたいのはまあ、関連にあるんですけどちょっと違うトピックでありますえここがまず皆さん日本株に対しての今起きていること日本株が今大きく買われていることそれとどういうふうにこれがあなたのポートフォリオ特にこれから初心者でも 円安から守る方法なのかそちらの方を解説していきたいと思います特に今日この記事が目立ちました海外投資家が日本株を7年ぶりのこの買い越し額です4月の1週間は6,800 57億円ということでありましたこのチ、えー、ャートを見てください。海外投資家の現物の売買動向を見ると、今はプラスは大きくと買い越しになって、これが今、はい、そうですね。なんと今は7年ぶりの大きな水準に上っています。で、なんで今海外投資家たちをが大きく日本株を買っているのか、それとどうしてこれがあなたと関係あるのか。 円安の防衛策と関係あるのか、皆さんそちらの解説をしたいと思います。はいで、こちらのデータを見てみると、今がこれ、大きく上がっている理由を見て、まあ、専門家の理由から聞くと。 海外からは企業業績が比較的に安定しているという見方があるこれまでの現物は売り越しが続いた上円安で割安になっているということが CRSA 証券の専門家が言っています、まあ、ここの最後の部分円安で割安になっているというのが大きく注目するべきだと思います円安安で割安 どういうことなのか皆さん、日本株を買うときには、ここは海外投資家は円建てでは買っていません。海外投資家はドル建てでよく買っています。で、ドル建てで買うとき、どこを見るべきなのか皆さん、ここを見るべきは、日本円建ての日経平均とかトピックスとかマザーズとかそんなものじゃないです。海外投資で、特にアメリカでこの取引をしている一番大きなドル建てと、まあ日本株と連動している商品は EWJ っていう上場信託。 こちらが ishares MSCI Japan Index Fund というものです。でこちらのファンドは、まあ、ほとんどトピックスとウェイトが似てるんですけど、このチャートを今見ると58.4ドルに下がっています。58.4ドル、このチャートをよく見てください。これが今、なんと、皆さん、今の水準を見ると、チャートは2020年の10月。 以来の低さになってます2020年以来の10月、今年ずっと下がってます。これを例えば連動しているトピックスと見ると、トピック指数はいや、別に2020年の12月10月からかなり大きくと上がってます。なんでこんな大きな違いがあるのか、ドル円だからです。ドル円が2020年の 10月の時には、ここは約103。 104円程度でした。でそこが今126になっていますので、まあ、これが約そうです、ね、15から18%ぐらいと上昇して円安になっているから、だからこそドル建てと円建ての差が大きくありますで。これこそが皆さん大きなチャンスだと思います。で皆さんに習ってほしい今日の言葉は ADR ということ、American Depository Receipt というものです。でこれは実際、皆さん、まあ アメリカで取引している海外商品のことです。つまりここは American Depository r e c e i p t ここは米国の予託証券というものです。予託証券というのは、例えば日本のトヨタ、日本のソフトバンク、大きな会社がアメリカでも取引をしたい。アメリカのニューヨーク市場でも外国人の投資家から取引して投資をしてもらってほしい場合は、この ADR、スポンサード。 っていう、まあ、商品を、まあ、作りますでここは実際スポンサー銀行がついていて、予約銀行がつくんです。特に大きな予約銀行。昔からだと JP Morgan とか Bank of New York Mellon とか City Group が大体いいスポンサーしてくれるんです。分かりました。オッケースポンサーします。資金調達をここで、えー、します、はい。これから海外で投資をします。我々がスポンサーしてあげます。大きな有名な会社なので Topics にも上場している日経平均の中でもある大きな会社 信用でできまます了解です解わかりましたでこういうスポンサーとして取引をしてます。で、ここの中でも海外投資家はここに投資をしてますね。はい。なので、例えばですけど、トヨタという銘柄も皆さん一緒に見ていきましょう。トヨタという銘柄は実は日本でもありますけど、海外でもあります。海外では TM、ドル建てで今は167.26ドルになっていますで。こちらのチャートをよく見ると、まあ、似てますけど、ちょっと 違うんですね、まあ、日本で取引している7203と比べてここがちょっと違うんですね。今のチャートを見ると今のトヨタの価格は2021年の11月にまでに戻っていますけど、まあ、2021年の12月からほとんど横ばいです。しかし、しかし、ここのアメリカの ADR を見るとここはちょっと下がっています。しかも今は2021年の5月の水準までに下がっている。さっき見てた EWJ とトピックスと同じですね。円建てとドル建て違う。なぜかというと、円が安くなっているから。つまり、皆さん、ドル建てのものが今、円安よりもっと割安です。なぜかというと、こちらの商品、どの商品を見ても、これがトピックスでも株価でもトヨタでも、全部これは通貨建てによって価格が違います。つまり、通貨建てによって、この通貨が安くなっているのか、 高くなってるかによって、この割合が変わります。つまり皆さん、この EWJ とかトヨタを見てみると、これはドル建てです。で、今はドルが円に対して急騰してます。なので、これはつまり価格割る為替ですね。 価格割る通貨。この EWJ はトピックス割るドルです。ドルが分母です。で、分母の方が上がってるこそ、だからこそここの価格がドルだってすごく下がってます。トピックスと比べてトピックスはほとんど下がっていない。これは円だてだからです。なので特に皆さんここは初心者でも上級者でも今の内容がちょっとよくわからないと思ってもみんなに気づいてほしいことは 日本株を見るとき、今は大きく海外投資家たちが買っています。なぜかというと、ここはほとんど通貨です。今、どれだてだと日本株は歴史的に安くなっています。 さてと、日本株が安い。これが歴史的に安いということ。海外投資家からの面も分かった。だけど、本当に日本株、今これ安いのか。日本株の例えば、この PER、一、まあ、株当たりの利益も一応皆さんまたレビューをしていきましょう。日経平均のこの PER、一株当たりの利益を見てみると、今は15.37倍になっています。で、一株当たりのここの売り上げが1.1 29であります、はい、ここがよくバリュエーションと呼ぶものなんですね。例えばこれをアメリカの大手の株式数 SP500 と比べてみると SP500 は PER が2 2 5 2です。はい。倍じゃないけど1.5倍以上ですね。で、これが PSR が2.8。ここだと1株当たりの売上がなんと日本の2倍になっています。割安ですね。確かに日本は多分先進国で一番経済的な問題が多い国かもしれません。しかし、まだ1株当たりの利益、1株当たりの売上からの面倒を見ると、バリュエーション的にも今は安い。 ということも海外投資家たちも気づいていると思います。で、ここで最後にお説明したいのは、ここは円安から守る方法の一つでもあると思いますで。特に皆さんが今よく強調してて、いろんな方が今すごく悩んでいるのは、このドル円が今急騰していて126まで行っていて、円建てでお金を持つのは危険じゃないのか。 これが今から1 3 2この今の角度がずっと続くとしたらまあゴールデンウィークの週明けまでには130に届くのではないのか昨日のビデオでも言ってましたね特にゴールデンウィークは危ないと思います昨日のビデオ見てください特に僕の経験では休日の時が特に危ないと思いますまあここの面であのまあドルが殺到して上がっているところで日本円が海外でまあ使えなくなってしまう今は悪い円安こういうテーマが すごく大きくと今は、はい、伸びています今日はまたまた15日で、えーまあ、財務省の鈴木氏が20年ぶりの今の円安に対してこれはまた悪い円安と言えると見解を示しました、はい、ここは、まあ、政府レベルでも、まあ、あの民間レベルでも SNS のレベルでもみんなほとんどは悪い、えーまあ、ここは円安という認識であると思います。 悪い円安というのは円が今安すぎてほとんどの企業はここに対しての心配感を感じていますしかも円が安くなっている理由はインフレが海外で殺到してここが輸入が難しくなってきたこと費用が上がってきたことに対してそれと日本の経常収支も今は少し悪化していることに対しての理由だと思いますで特に皆さんこれは円安から守る方法としては 資産の部分の少しでもはドル建てでも持つべきだと思いますで。今まで皆さんに長期ポートフォリオで言ってきたのはここは現金でドルも持ちましょうと言ってましたけど実は株の世界でもドルで持つことが可能だと思います。ドルで持つというのはドル建てのものを持つことです。 さっき話してた例えばあなたが今日本株を割安だ買おうと思ってたら日本の株を円建てで買うよりもしかして今はドル建てで買った方がいいかもしれません今はドルの資産を増やしたいしかもドル建ての方だと今は例えば EWJ が 2020年の10月以来の低い水準まで戻っている。これを見てみると、例えば比べられるのが1306ですね。ここがトピックスと連動している大きな円建ての ETF です。こちらを見てみると、ほとんど今横ばいの水準ですね。この1年間。さっきの EWJ の方がずっと安い。しかも今はドル建ての資産をずっと持ち続けたい。 という、まあ一応僕は今はいい戦略だと思います。ドル円がもっともっともっと大きく上がるたびに EWJ はもっと下がるのではないかという感想もあるかもしれません。しかしかここは ドル建てのものを買っているという観測から僕の意見だと、まあ、確かにここのドル円がずっと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 上がっていく場合は確かにここがま下がり続ける場合もありますけど逆の動きもここは可能と思いますし今当然日本株を買おうと思ってたらバリュエーションが安いという面からも見ると今は 歴史的にかなりと今はこの EWJ は2020年ぶりのヤクさになっているのでこちらの面から見るとバリュエーションプレイだったらどうせ日本株を買うなら円建てだるよりドル建ても可能ということも頭の中に入れておくべきかなと思っています。はい、で,できればここは講座とかも作るときも日本の証券会社も僕もいろいろといくつか使ってます。概要欄の方にもあります。先ほど言ってたように特に僕はウィーケンド支出。週末の間は はまあ、ここ ID 証券を使ってて ID 証券は商品コモディティ債券とかあんまり他のところで取引できないものも使えますですけど海外の口座も作るべきだと思いますで海外の方にも資金を入れてでそこで海外の商品も買うべきだと思いますで海外の商品を売ったり買ったりしてここを生産するときにはドルに戻す こととも大事だと思います円だけに戻すのではなくドルに戻すことも大事だと思いますで。皆さんこれは初心者でもできることだと思いますし特に今は初心者もできるということで今この金融レたラシーを上げる方法としてまあ お金の作業、お金の教育が日本でも広まっていると思います。皆さんも多分ご存知だと思いますけど、今は特に日本で広まっているのが4月から始まったのが2020年の4月から始まったのは日本の高校でこれは金融教育が必修になったということですで。高校の家庭教育の中の授業に金融教育が導入されたことです。でここから皆,皆,皆さんも多分この世論調査とか読んでると思いますけど、まあ これは、いろんなインターネットの世論調査によると、えーまあ、あのいろんな日本人の方は、20歳から70歳の間では、この金融レテラシーは、えーまあ、あの高いと思う人が本当にたった17%程度しかいません。えー、それと、特にここは、金融教育で習う項目が具体的に知っているかというと、ほとんどの方はお、およそ8割が知らないということです。で、こういう教育を受けたいという方がも、8割であります。はい。なので こういう教育を受けてほしい、子供にも受けてほしいという、まあこういう感覚の人は、僕の考えだと一番いい教育は実際試してみることだと思います。なので僕のアイディアはこうです。あなたのため、あなたの子供のため、資産のため、誰のためにでも、例えば、こんな小さな数万円の金額で EWJ をちょっとだけ買いましょう。ずっと長期投資として持ちましょう。 あなたの名前でもいいし、子供の名前でもいい。で、ずっと持っておくこと。これが一番いいリテラシーです。いくら本を読んでも子供の面から見るとこれはつまんないです。実際お金が増えているっていうこの現実を見せると一番刺激があると思います。これが投資です。お金を預けて増えるものです。時々はもちろん下がることもあるけど、長期的には 増えることが多い。特に分散をして、ルールを守って、金利らしリタラシーを高めると、お金というのは、ほうってほうずっとそっと,ほいあ、えーとね、ずっと何日本語が出てこない、放っておくと、増えることも可能ということも大事かなと思いますので、今日の僕の一番の皆日本に対してのおすすめは、ドル建ての 投資も考えてみようであなたのためだけではなく子孫のためにも金レタラシーを高めるためには実はこの長期投資を少しずつと、まあ、今からでもスタートしていきましょう。<laughs> はい えー、皆さん、いつもの通りに、えー、僕のチャンネルを見ていて、まずここは投資は自己責任ということも理解をお願いします。それと、長期と短期で分けています。はい。今日話しているテーマは長期投資です。これは何年も持つ、えー、覚悟をする投資ですね。えーまあ、数日とか数週間とかそういうものではないです。で、長期投資として今日のメインのテーマは、まず皆さん、今日本株には海外投資からの 買いいしがが大きくと殺到てて上がっていますでこの理由はほとんど為替の理由だと思います。今、ドル建てで見ると、今は特に日本株は、まあ、EWJ とかいう大きな、まあ、他の予託証券を見ると、今は割安になっています。なぜかというと、ドル円が大きくと上がっている。 からこの今みたいな、e。ewj が大きな割安になっている。で、今こそのチャンスとして、こういうドル建ての商品を買って、長期的に持つのも。まあ、お金の増やし投資だけではなく。 金融リたラシーをあなたのためだけではなく子孫子供のためにもやるべきのいいチャンスかなと僕は思っています。で、最後の注目ですけど僕は皆さん長期投資だけではなく短期投資の方もいつも注目しています。で、こちらの皆さん今日のメインテーマあまり話さなかったんですけど特にこれから週末は中国の方にも気をつけていきましょう。今は中、まあ、週末の間のニュースは特にロシアとかウクライナのニュースもまだ時々 だだんだんと安定ししてきましたで中国の相場は僕は昔からウォール街の投資銀行で働いてきたしウォ,ウォール街のヘッジファンドでも働いてきたし有名なヘッジファンドマナージャーとしても会ってきました。 中国の専門家をウォール街で聞くと、よくに週末にこういうニュースが出てきますので、これから金利の上げ下げ、金融政策のニュースとかは週末にも出てくる可能性が多いので、皆さん、ここにも注目をしていきましょう。どこかの週末で発表されると思いますし、週末の間には、まあ実はウィーケンドのドル円もありますけど、ウィーケンドの特に香港指数をよくこれから見ていきましょう。これも先ほど言ったように、IG 証券のもので、ガーロンの。 方にあります最後に一言ですけど皆さん僕のチャンネルではここは自己責任なので投資をいつも売買をおすすめしているわけではありませんただ見て聞いて金レテラシーを上げたいという考え方でも十分ありかなと思うのでそこもぜひ皆さん理解してお願いします毎日ありがとうというういメッセージ こちらこそありがとうございます。これからも僕の短期投資で僕が実際何をやっているのかに対して毎日のアイディアはポストプライムという新しいソーシャルメディアで貼っています。この動画をアップロードしています。お金を増やす情報を高めるソーシャルメディアです。なので僕が作ったものです。皆さんも興味あれば概要欄のリンクでぜひご覧になってください。皆さんありがとうございます。今週末もゆっくり遊んで、はい。これからもみんな一緒にお金を増やしていきましょう。